ね、強い打球ライト線フェアで、これが、福田はファーストを蹴っていく。さあライト松本の返球間に合いません。ツーベースヒット、福田がワンアウトからツーベースヒットでチャンスメイク。杉本を1球で打ち取ったかと。スライダーライト線ですがフェアになっています。残っています。セカンドランナースタートを遅れています。サードを回ってくる、バックホーム間に合いません。バファローズ足立のタイムリーヒットで先制。ライト線少しまだコントロールがね、ゴンと思いっきり引っ叩いていきましたが、高い打球はどうですか。これ意外にも距離は出ているんですけれども、フェンス当たっている。ランナー帰ってきています。中川はサードに行っている。タイムリースリーベースヒット、2対0。高い打球がタイムリーヒット、フェンス直撃のタイムリーになっています。振り抜いた打球でした。そうですね、これもね、あのファウルになるのかな、切れていくのかな。ピッチ強い打球はこれもタイムリーヒット、3点目を失っています。この回4本目のヒットを浴びている杉浦、3対0です。初回からいきなりちょっと猛攻にあっている。そうですね、まあ、見るからに打たれるべきして打たれてるなというカウントを悪く、するのもあるし、はい、少しやっぱりボールに勢いがない、キレがない。